よし、再開していくぜ。さて、今回は、の前に、キャラクターイルレアちゃん入ってるんだけど、レベル上げてきましたわ。レベル上げてきたんですけど、これからちょっとね、この子をね、使っていこうかどうかっていうところは別問題だ。なんか、あんまりパッとしない感じ？一応装備品とかも、装備品っていうかこう、バルキリアレベル4までは育ったんだけど、なんか、いまいち。なんかいまいち感あるね。属性攻撃で攻められないことを考えると、っていう感じかな。エメラルドちゃんはさ、なんだかんだ言って弱点つければ結構強いからさ、その点、あれだよね、結構違うよねっていうところはあるけど、もっとレベルが上がってきて攻撃力が上がれば違うのかなとは思うんだけどね。で、あと、ちょっと待って、装備品を戻した後に、なんだけど、バタフライダーガーと、ヒートソード。うん。で、あと、あれ。他のキャラのレベルも上げてきやした。カスタマイズね。あともう、これ見ていただければわかるんですけど、199日目です。はい。ついに199日目に来てしまいました。一応他のキャラのレベルは、ソニーがレベル25。ウォルソンさんレベル31。ディストルレベル30。で、あと、アリスがレベル30。って感じかな。イルラヤちゃんもレベル30。一応一通りね、レベル30付近まで上げてきたって感じかな。で、あとノイズの運命の扉もあったんで、これも開けときましょう。うん。ガチャコン。で、ソニーにも運命の扉あったんだけど、まだ実体化してないんだよね。何かの条件が足りてないんだろうね。で、これで一応運命の扉、仲間になってるキャラの中で運命の扉持ってるので、開いてないのが、ソニーと、レインと、ミルカかな？うん。ミルカもね、開いてないんだよね、これ。謎。です。つか、CA がすんごい溜まってんな、これ。取っとくか。蘇生。これとこれは、あれか、楽譜がないと覚えられない系か。そういえば、ルシア、1389も CA 溜まってる。でも取れないんだよね。これね。最大 MP を上昇させるとか、最大 HP を上昇させるとかさ。100で1か。1300使うと13上げられるってこと？まあ、最終的には上げるんだろうけどさ。今んとこまだって感じかね。そういえばレインはどうなの？レインなんか新しいの覚えられるかい？613結構来てるね。マインドショック。MP ダメージプラスウィン。一体の HP を吸収。とりあえず覚えさせるか。余ってるし。うん。お、ギガドレイン。敵全体の HP を吸収。お？これは？博愛。解放しよう。サイコバースト。敵全体に防御無視。あ、これ面白い。強そうじゃん。これは？これも解放しようか。サイコブラストなんて？敵一体に防御無視無属性ダメージ。ほう。これ全部覚えちったこれ。レインちゃん全部覚えちったよ、これ。あとエメラルドか。880あるから、結構いろんなもん覚えられる。777アタックが覚えられんな。とりあえず77アタック覚えさせるか。これは777アタック。必要 CA777。覚えられるな。敵一体に777ダメージか。結構強い。消費 MP177 ってどうなんそれ。どうなんそれ。覚えさせるか、でも。この2個しかないな。攻撃力上がりきる前の序盤はかなりいいダメージソースになるかと思いきや、消費 MP177 だとさ、どうなの？一発しか撃てない。MP 半減になってるから2発撃てるけど、燃費悪すぎだろ、それ。ちょっと後回しにするか。はい。で、今日199日目までなんで、今回やることは、
まずレザード村の花祭りをやります。はい。の後に世界各地をね回ろうと思います。まあ、その前にあれだね、美術品を届けに行ってもいいね。まあ、そこら辺をやりつつ、ちょっと世界各地回れるところがいろいろ増えてるはずなので、一旦世界各地を回ろうかなと思います。で、あとは前回開けたね、仲間キャラの運命の扉のフラグを回収しに行こうかなっていう感じ。はい。とりあえずレザード村、今199日目はなんだけど、入るとね、まだねやってないんだよ。うん。やってないんだけど、これこれ祭り準備のため臨時休業っていうことなんで、多分ね、あと1日経過させれば祭りになるんじゃないかと思うんですけれどもっていうとこですね。はい。外に出るとね、多分ちょうどこれ日付変わると思うんだ。来た、200日日目。さて、おBGM 変わってる。レザード花祭りへようこそと言ってもうまいもん食って踊ってるだけだけどね。おなんや、祭り言うても飲み食いしてるだけやん。それが祭りっていうもんだろうか。私今年のミスレザードなんや。候補者うち一人だけやけど、他に候補する人がいなかったんだ。お、真ん中にいっぱい人がおるな。ちょっと待て待て、楽しげな BGM だな。あれ、レイポイントがある。今まであったっけ。勇気。うん。ほいっすー。祭りって言うから来たらで、店は俺だけかよ。商売商売。はあ。リカバリー。いいスペル。あ、ローグキ売ってる。へぇ、ちょ、買っとくか。買っとくか。エメラルドがいない時が来るやもしれんしね。これもリカバリーとかディスペルも買っとくか。お金が一気に減ってしまった。お、聞いていこう。はあ、せっかくなのに BGM 変えちゃったけど、まあいいか。はーい。で、なになに、さあさあ、あんたたちも飲み直って、まだ純成人か。小さな祭りですがとても楽しい。うん、さあ食うぞ飲むぞ。これ村長だよね。お、出ろ。一歩外へ出ると、ま、物だらけなのがなんてよね。実はここの花、ジャムにするとすんごく美味しい。ほう？あなたは？オデロの娘。こんな地味な祭りで小さい頃は嫌だ、嫌いだったんだけど。今は楽しいってか。ほう。やあ、レザードの花祭りへようこそと言ってもみんなでどんちゃん騒ぎするだけじゃがの。まあ、ゆっくりしていくがいい。お主はこの村の救世主なんだから。はあ。よし、私は祭りを楽しんだ。お、CA プラス10。お？何これ。何、どういうこと。 CA プラス10ってなんか1個前の全角だったけど、20もらえたってこと。それでもただの誤表記ですか。お、感受線プラス10、精神1。おー、精神ももらえるね。やった。こんだけ。来年はもっと生態にするぞーい。これで終わりか。さあ食うぞ飲むぞー。これで終わりかーい。精神がもらえました。 CA ももらえました。花祭り開催中で、なんかここで商売してる人がいますよっていう、そういうことかな。これで終わりかな。終わりっぽいね。はい。なんかもっといろいろイベントがあるのかと思ったらこれで終わりか。あ、そう。花祭りへようこそ。うん、これで多分終わりだよね。多分終わりだと思うんだ。ということなので、一旦世界各地を回る前に、美術品を届けに行く前に、今日水曜日なんで11に行こう。ブレブレだけど、うん、そろそろね、売ってくれてもいいと思うんだけどね、美術品ね。よーし、売ってくれ、かわいい。頼む頼む頼む。お、お、お、ほんと？ど？来た。やっと来た。やっと来たよ。マジマジや。やったー。で、いくらいくら？ 3 万ゴルム？高いなー。負けへんからな。払っちゃる。3万持ってるから。やったー。お金が一気になくなったぜ。これならさ、もう、あれ？仲間にしてもいいんだよね、これでね。多分ね。一応セーブ場所は変えて、仲間にしちゃうよ。これさえ手に入ればもう仲間にしていいっていうことだったと思うんだ。スカウトしよう。満を持してスカウトしよう。よし。
うん、誘ってみる。私の船に乗ってみる。船室には空きがあるし別に構わないわよ。その代わり美術品探して手伝ってくれたらだけど。そんなん乗せてくれるんやったらいくらでも探しとる。美術品と言わず珍しいもん見つけたらどんどんお得な値で売っとるさかい。はっはん、やったぜ。商人カーマインが仲間になった。やっとか。ふぅ、閉店しました。さて、他になんかめぼしい買い物をして美術品を届けに行きましょう。さーて、その前にとりあえず船の中にカーマインがいるはずだよね。こっちか。うーし、値切りはなしや。はぁ、ディメンジョンキー、イワンゴルム。あ、それな、なんでも異世界へのゲートを開ける鍵らしい。はぁ、ま、めったに出回るレアもん。ま、買っとき。はぁ、買っとくか。じゃあお金がない。あ、蓄音機用レコード、風の翼買おう。蓄音機用か。とりあえず1個でいいわ。これはチャームカクテル。よくわからんけど買っとこう。ダディベアのぬいぐるみ。よくわからん、何使うんだろう。ホワイトラベンダーの鉢買おう。片っ端から買おう。夢日記、夢日記ってあの怖いんですけど。紫水晶。お金がやばい、一気にない。あ、こんなもんか。ここ入れる、よくわかんない謎の空間だな。ぬいぐるみとかは何に使うの。ぬいぐるみとかは何に使うんですか。ぬいぐるみ、ぬいぐるみちゃん、ぬいぐるみちゃん、どこですか。ディメンジョンキーとかもどこ行った。そうや、ディメンジョンキー、ディメンジョンキーはどこですか。ここら辺にあっても良さそうなんだけど、もっと上の方か。いろいろ買いすぎて、いろいろ買いすぎてわからなくなったパターンですね、これね。すいません、大変申し訳ございません。上の方か。ディメンジョンキー。シークレットキーとかマジックキーとかもあるけど、よくわかんないね。あれかな、もし、とりあえず、この蓄音機用のを手に入れたんで、一旦部屋で聞いてみるか。蓄音、ベリナルの蓄音機っていうの。あれ、増えてる。ホワイト、花をめでる。ふわいい香り。花を楽しんだ。感じてプラスに。こっちにクマさんがいるな。ぬいぐるみをめでる。はぁ、あ。ふわ、もこもこで手触り最高。は、感受性上げようなんだな。これ蓄音機。風の翼を聞きますか。はぁ、あ。これ何メインテーマ。これメインテーマなんですか。まあいい。ということなので、はい。失礼しました。まず、美術品を届けに行こう。美術品届けに来たでー。ちょっと待って、こっちか。届けんの。はよい。はよいはよい。渡しまーす。結構集めてきた。どう？うん。こう。他の美術品は、あとはこんなもんかな。ああ、15。まあまあまあ。旅を続けまーす。405ポイントか。なんかもらえる？交換。うん。ありがとう。お礼にこれを受け取ってね。デュエルベルト。俺を受け取ってんね。炎の指輪、氷の指輪、雷の指輪。はぁ、デュエルベルトってなんだ。防具かな。攻撃力、敏捷が上がる。攻撃力30上がってんな。敏捷も30上がってるか。攻撃と敏捷30上昇か。でも、ここを埋めるのはちょっとどうかなっていう気はしてるよ。あとなんか、雷の指輪とか、これか。はぁ、炎耐性とかがつく系か。なるほど。特定の属性ダンジョンに行くときは有効かもしれないけどね。はい、OK でーす。そういえばもうないんだっけ。もう郵便とかないんだっけ。あ、手紙が来てる。あんなから、あれ、お姉ちゃんへ、手紙ありがとう。この間読んだ本に、もう手紙、てか、もう会いに行ってるじゃん。感じてプラス10。
アンナに会いに行ったじゃん。まだ手紙でやり取りする間柄なの？いや別にまあいいけど、手紙は手紙でいいと思うけど、そんなに頻繁にも会いに行けないから、うん、定期的にアンナにも会いに行った方がいいんだろうな、いいんだろうなっていう感じですけどね。あ、一旦休んでみるか。脈。扉開けたし、サイドイベントが何かあるかもしれん。入ろう。お、二つあるな。ある少年の思い出。これなんだ？僕の家族は父さんだけだった。母さんは僕を産むとすぐに死んでしまったらしい。だから父さんは母さんに代わって僕を一生懸命育ってくれた。とっても優しい父さんだった。一緒に出かけるときはいつも肩車してくれた。高くて気持ちが良かった。誕生日のときは下手なくせに料理を作って祝ってくれた。まずかったけど美味しかった。キャッチボールも一緒にしてくれた。病気のときはつきっきりで看病してくれた。そんな優しい父さん。誰の話だこれ。そんな父さんがある日、いなくなった。代わりに父さんの知り合いの人が来て、父さんが死んだと告げた。僕は考えた。きっと父さんは殺されたんだ。父さんはハンガーでいつも近場で仕事をしていた。だからきっと逆恨みした賞金首に見つかって復讐されたんだ。僕はそいつを許さない。見つけ出して仇を討つんだ。ノイズかこれ。ノイズか。ノイズの運命の扉を開けたからか。はぁ。父さんがたった一つ残してくれた剣を持って、僕は許さない。だからきっと見つける。優しかった父さんを殺した奴を絶対に殺してやる。ノイズも深い闇を抱えておるな、これな。ノイズだと思って話してるけど。あ、これ、あ、入っちゃった。なんだこれ。あ、なにこれ。どこ。なにこれ。なんじゃこりゃー。なんじゃこりゃー。え、どういうこと。なにこれ。これなに、これの説明、プリーズ。ここの説明、プリーズ。なにこれ。何の空間。何にもないじゃん。ん？何これ？ちょっと待って待って。妖精さん説明して。いやなんかの、今後なんかのイベントで扱われるっちゅうことかな。ことかな。わかんないな。ということなので、飛行船で、行けるところが増えてるはずなので、ちょっと世界各地を回ってみましょうやと、そういうところですね。はい。風で、風だーとか言って行けないところがさ、結構今まであったから、そういうとこ片っ端から行こうぜっていう、そういう感じ。まず今回はそういう感じでございます。味、とりあえず陸地に面しているところを片っ端から攻めていこうぜっていう。わー、飛行船がおるな。お、ここ入れる。おう。なんぞ？お？なんだ？滅びとるなぁ。滅びとりますね。ずいぶん寂れてるわね。どうしたい？流通止め以外の人間なんて久しぶりだな。でもせっかく来てもらってもここにはもう何もないんだ。そう、もう何もないんだよ。詳しく聞いてみよう。この国は10年前の戦争で滅びたままなのさ。お菓子の国と謳われたリルス王国も今じゃセルレウネの植民地さ。せめて陛下、カタン陛下さえ帰還してくれればな。情報リルス王国。ふむ。とりあえず情報リルス王国にするか。あれ？赤いのがもう一個増えてる。ライの行方か、これは。で、これ細工箱でしょ？あれー、なんか次のページにも赤いのがあったように。これなんだ？これ何？ジェミー&クラウド。あ、これもこの、これもあれの情報なんだ。メインストーリー的な情報なんだな。リルス王国については？リルス王国について、これだ。ちょっと話を伺おう。うん。この人からは新たな情報はもらえそうにないか。うん。王妃様と王女様は亡くなったそう。ひどい話。真犯人はマクベスだってのに。真犯人マクベス。覚えておいた方が。あれ？ウォルソンさん。何してんの？あいつの墓はないみたいだな。どうしたんだろう？話しかけてみよう。昔を振り返っていたのさ。無駄なことだが、すでに終わってしまったことを振り返っても変えることはできやしない。どういうこと？つまり、どういうこと？マクベスが死んでも結局何も変わらない。支配者が変わっただけであいつらは何もかも持っていってしまう。
現在この国には王が不在だからってセルレウネから派遣されてきたコルカスってやつが代理統治してんだ。自分たちで追い出しておいてだぜ。何様のつもりだセルレウネのやつらは。はあ、あの戦争から10年も経ったのに見ての通り復興もままならん状況。セルレウネは何もしてくれん。税と称して奪っていくばかりじゃ。上が統治されてる。関係者以外は立ち入り禁止だ。そうですか。このリルスは砂糖大根から取れる砂糖が名産でお菓子の国と呼ばれることだったの。でも今はセルレウネの連中がみんな持って行ってしまってお菓子なんか作れないわ。ふわぁ、なるほど。10年前この国で奴隷密売事件が起こった。真犯人は地方領主のマクベスだったんです。けどセルレウネはカタン陛下を犯人と決めつけて鉄槌令を執行しました。国は滅び、国王は消息不明となり、その後はこともあろうにこうあのマクベスがこの国を支配した。はぁ、でも1年前ライという青年がこの国を訪れ、国王の無実を証明しマクベスを倒してくれました。その時はセルレムネも謝罪し、王が帰還すれば国を返還すると約束してくれたんですけど、1年経った今でもまだ陛下は帰っていらっしゃらない。はぁ、帰ってこないんじゃないか。それこの国はね、王様がいないんだって。ふわぁ、特別まだなんかイベント今後なんかありそうではあるけどね。あれなんだ、あの赤いのなんだ、なんだ、敵かなぁ。エネミーアイか、エネミーアイ系の敵かなあれなぁ。ファーストストライク。ちょっとわかんない。敵だったらリセットするわ、めんどくさいから。これ何、これ何、はぁ、わかった、ごめんね。敵だったのね。はい、もういいです。敵ならいいです。でもこの上からしか行けない場所ありそうだなぁ。あ、抜けられた。抜けられるじゃないですか。こっちは？あ、なんもないね。なんもないね、これね。ふーむ。なるほど。あ、なんかあるな。なんかあるけどなんもない。これなんだ。なんもないでーす。ここが端っこか。ここ？あー、三日月的な感じだな、これな。ここなんだ。サンドワームの巣、非常に危険。これ誰かが言ってたな。すごい強い敵が。うわぁ、三日月島のワーム。さーてどうするか。ブラインソード、トレジャー、アイ。強いんかい、強いんかい、強いんかい。ボスクラスだと思った方がいいかい。うん、なかなか強いかどうかの判断がつかないが、効かなかった。半減、あ、防御半減系。速攻決めた方がいいか、これ。速攻決めた方がいいっすか。どうしたんすか。サイコバーストじゃない。サイコブレイクが敵対。これか、サイコブラスト。これが超強い。超強い技だと思うんだけど、どうなの。いい火力。いい火力出てまーす。もうどんぐらいダメージ出る、これ。345か。なるほど。そんなにって感じ。精神力上がってないからか。とりあえず精神集中するか。ナイス会心。たくいな、こいつ。なんだ、俺、これ。相当強いぞ。ちょっと、おい、なんだ、たった45かよ、おい。ビビらすんじゃないよ。そろそろ倒してもいいと思うんだが。よーし。1000。新ワームミート。はぁ、はてなはてなはてな。C プラス10。めっちゃうまいな、これ。めっちゃうめえな、おめえ、それ。外。こっちはなんかあるかい？こっちにはなんかあるかい？アイテムシークレットとかにしといた方がいいんかな？なんもないな。なんもないですね。ふむ？新ワームミートを手に入れたけど。はいはい。で、この下は？これなんかあるの？これ何？なんもない。なんもなさそうに見えて、今後何かあるっていう可能性もゼロじゃないからな。なんもないな。お？ここなんだ。滅びた街がある。お？ここにはなんもないよ。なんだ、ここ。右に行ける。あれ、出ちゃった。出ちゃったねー。本当になんもないのか。ここにはなんもないよ。本当になんもないんすか、これ。うわ、毒沼だ。クラッチった一発。うーし。
ここにはなんもないよ。本当になんもない感じですね、これね。特に何かを調べても何かあるわけでもなしか。ふむ？まだまだいろんなとこがあるな、この世界にはな。さあ、これ。なんもない。これなんだ。これなんか前一回降りた気がすんな。結局なんもなくてなんじゃこりゃっていう。なんじゃそりゃっていう感じだった気がするけど。ここあれだもんね。イーストウッドだね、ここはね。奴隷、ここが奴隷を解放したとこで、お城があるんですが、ここは何ですか？お？なんだ？冒険家ラッフィー。俺の、僕の相棒が魔物だからって入国禁止だってさ、ワイバーンに乗って旅をしてるんですか？そう、僕は祖父、ラフディの意志を継いで世界中の秘境を冒険してその記録を残してるのさ。あれ、ロンス、お知り合いなんですか？なんと言っても情報通での前のパーティーで何度か世話になった。引退されたと聞いてましたが、復帰されたんですね。じゃあまたどこかで会ったらよろしくお願いします。はぁ、あ。あ、イベントだったんか、今の。残念だけど、現在ニコシアは入国禁止なんだ。Nランクのハンガー持ってますよ。恥ずかしながら魔の勢力下にある。安全は保証できない。魔の勢力下って何ですか？魔の勢力下って何ですか、それ。ちょっと怖いんですけど。これも国境？お？ん？なんぞ？この BGM は。みんな壁の前で何をしてるんだろう。ニコシアの繁華街来るんだよ。あの壁がなきゃね。どういうこと？1年前このコルンの街は突然あの壁で分断されてしまった。以来東の人とは離れ離れになったままなのよ。私の恋人がこの壁の向こうにいるんです。アロディ、あの男のせいで多くの家族が離れ離れになっちまった。あの男って？カール様の弟トールマンに決まっておる。あやつは自分が国王になれなかったのを逆恨みして魔物と契約してニコシアの東半分をこうして分断した。はあ。ママにはいつ会えるんだろう。この壁のせいで家内が向こうに閉じ込められてしまった。はあ、そりゃ困った状態になっておりますな。これな、カールとトールマンという双子の王子がいたんだ。しかしカール様が王位を継いだったん、トールマンが魔物を召喚して東を占領してしまった。以来東は魔物を巣窟と化して知る。なのにセルーネはちっとも動いてくれない。セルレウネはあれ繋がってんのか。城への道の途中一軒家があって、じいさんと小さな女の子が住んでるんだけど、魔物がいるのに大丈夫かね。上は入れないか。入れないか。うん。これは商店だったりする？入れる。酒場か。壁の向こうの知り合いが魔物に襲われてないか心配だよ。あのトールマン様がこんなことをするなんて、そんなに王位を継ぎたかったんだろうか。ニコシア名物、タコス。待て。情報。何かを食べるなら、あの情報セットしないと。忘れておりませんよ、これ。大事。うん。タコス、食べてみましょう。コーンの粉で焼いたクレープでくを巻いて食べるんだ。楽しくて美味しい。ふう。うん。これだけ資料がする。お、完了か。完了かい。あの壁に驚いたろ。あれがこの国の現状なのさ。揃ったか。もういいとかって今言ってたもんね。じゃあ、届けに行きゃいいのか。シャンプリオ図書館だっけ？これはなんだい？じいちゃんと女の子が住んでるみたいなこと言ってたような気がするけど、お礼ポイントや。ふむ？これ何？お墓。上に行けるな。ん？あれ？どうしたい？何してるんだろう？話しかけてみる。お話ししてるの。ミリーはリーとお話ししてる。リー？リーはミーのお姉ちゃん。でも生まれてすぐ離れ離れ。双子は不吉だからって。でも大丈夫。離れ離れになってもミーはリーとお話できるから。もしかして電話みたいなもの？よくわかんないけど、そんなとこ。そのお姉ちゃんは今どこ？会いには行けないところ。でももうすぐ会える。そんな気がするの。はぁ、あ、リーに会いたいよ。おじいちゃんはおらんのか、おじいちゃんは。おじいちゃんはおらんのかい。おらんそうですね。で、こっちが王様のお城っていうことですかい。さて、広い。
広い。さてさて、入れないのかな。あー、引き取り願おうか。あー、そうやすやすとお城に入れてもらえんわな、そりゃな。お、怪しい。この井戸から潜入するんではなかろうか、今後。その可能性大いにあるな。あんなあからさまにあんなとこに侵入してくれと言わんばかりに井戸があるなんて。あれ、またいる。またあったね。冒険でいろんなものを手に入れたけど買ってっかい？商品を見る。フルヒールを手に入れたんだ。いや、別にいらんけど。割と別にいらんけど。買った方がいいのかな？なんかのフラグになったりするかな？買おうか。これで冒険資金が貯まったよ。はぁ、あ。あ、そう。なんか買い続けてやるといいことあるかな？もしかして。まあいい。まあいい。なんかないか？ここなんだ？ここなんだ？ここは何ですか？降りられる？お？あ、ここはドレースか。ドレースは入れないんだな。あ、1日経った。ドレースには入れませんか。いろんな街があるんだけどね。入れないか。そうか。うーん。お、怪しい。怪しいけど何もない。お、これは？ここなんだ？お？お、ワープゾーンか？お、なんだなんだ？ディメンジョンキーがゲートに反応している。へぇー。へぇー。どう思う？みんなどう思う？これ、解放した方がいい？解放した方がいいかな？ちょっとまあ判断に困るな。ちょっと待て待て待て。待て待て。これは？うん。なんもないな。あ、そういえばここ五島列島のとこだから、雷の行方なんちゃうの？これ。どう？なんか出た。データー。ここや。ここが獣人族たちの住むデグ村だ。テグ村だ。うん。お、レイポイントがあるな。誰もいないな。誰もいないんですけど？あれ変だな。ふむ？探索しろとな。とりあえず、レイポイント。うん。CA プラス2。誰もいませんね。あれ？なんか起こしてる。キラキラと光る何かが起こしてますよ。それに触っちゃいけない。なんだ？うわ、雲！俺は敵じゃない。雲が喋った。ルシア、そいつは大丈夫だ。そいつはアラクネ族といって、れっきとしたここの住人だよ。族ってまんま雲じゃん。驚いてる暇なんかないって、早くそいつから離れ。あ、なんだ？危ない、逃げ。何？どうなった？ああ、消滅した。どういうこと？襲いかかってきたって、ちょっと、何それ？どういうこと？つまりどういうこと？クリスタルが出現。白い光、何？どういうこと？ん？今だ！そいつを破壊しろ！跳ね返せるのは一回だけだ！なんだ？誰だ今の？なんだ？どういうことだ？ Z スラッシュ。とりあえずそれじゃないするけど。サイコブラスト。あと何しよっかなー。攻撃力上げとっか。これじゃあいい。おわい、楽勝だった。ふむ？パリン。水の結晶。なんなのよ、これは。村はみんなあの光線にやられたんだ。誰だ？その喋り方。DJ か。あ、だから、DJ だからそういう喋り方。久しぶりだ、なあ。本当に DJ ってそういう喋り方かな。ランスのとっさん、いろいろ聞きたいことがあってきたんだが、そんな場合じゃなさそうだな。一体何が起こったんだ。突然あの水晶が現れて村人たちを襲ったんだ。奴の光線を浴びた仲間が次々と消えていくんだ。そして俺とスピンナーだけが残って、いや、もう俺だけか。一体あの水晶は何なんだ。この地に封印されていた魔物イシュタルだ。イシュタル、水晶の化け物。生き物を水晶の中へ取り込んで、その生命エネルギーを食らうんだ。ってことは村人たちはまだ生きてんのか。あの光に捕らえられたら、奴のいる洞窟に転送されて水晶の中に封じられるんだ。とっつぁんすまないが、ああ、今すぐ助けに行きましょう。 DJ さん、その洞窟に案内して。すまね、彼女はルシア。今俺は彼女のパーティーに厄介になってるんだ。ルシア？ってまさかあのライが言っていた。そうか、あんたがあのルシアかい。あえて光栄だぜ。はあ、ライはルシアのこと話してたんか。すまないけど力を隠してくれ。今の俺じゃ奴の情報をつかむだけで精一杯だ。任せといてください。その代わり終わったらいろいろと話を聞かせてくださいね。ああ、奴は西の洞窟の中にいる。俺は昔の怪我で戦えない。とっつぁんお嬢頼んだぜ。頼まれました。
はあ、これか。一応セーブポイント変えてセーブして突入です。いいか、青い水晶の光線には気をつけろ。一発でも食らったらそれでおしまいだ。一応これ渡しとく。ミラー、このクレストは洞窟で見つけた。こいつならあの青い水晶の光を防げる。ただし一回跳ね返したら効果がなくなるから、戦闘中はこまめに貼り直すんだ。はあ、無制限に使えるってこと。この辺り何かありそうな気がするんで掘ります。紫水晶掘りまーすって、今までそんなことよくで、そんなこと、そんなできるキャラだったっけ。 NMEI トラップシーカー、アイテムシークレットにしとくか。とりあえず同じところをぐるぐる回ってるだけか、こいつらであればそんなに怖くない。お、掘りまーす。何もなかった。そういう場合もあるのか。ふん、危なーい危なーい。サクサク進んでおりますけど、左側に行ってみるか。こっちには何か、お、ふむ、掘りまーす。紫水晶、ふむ、レア物かの。ちゃちゃっと避けて、当たったらまずいんだよね多分ね。戦闘になるけどミラーで反射しないとダメよみたいな、そういうことだよね。ふん、お、これはオーガグローブ的なやつがないとダメなやつじゃないか。クラッシュハンマーを使えば壊すそうだ。クラッシュハンマー、ゴーンで、これはオーガグローブがないと動かせない。ゴーン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 、はいはい、クラッシュハンマー、ゴーンゴーン。光の召喚石やったぜ。こっちすげえいっぱいあんな。1個でいいんじゃないかな。こんなに大量にやんなくてもいいんじゃないか別に。ふむ、レベル2、あたしに任せなさーい。955ゴルゴンセット。ゴルゴンってなんだ、ゴルゴンってなんぞや。ゴルゴンゴルゴン、あった、石化か。ここ石化してくんの、ここ石化してくるんですかい。エリートスター、エリートスター、はい。うー、危ない。こいつらの攻撃が石化っていうことなのかな、もしかして。うん、でも状態以上 80% オフがあるからな。お、お、おー、これは氷、いや水晶。ここが目的地か。水晶の中を見ろ。中に人が、わんわん、光ってる光ってる。うわー、ピカリンピカリン。あいつが意志たる、気をつけろ、こっちに気づいた。 DJ さんも下がってて、奴は私たちが倒す。はあ、今助けるからねー。あー、ミラーを貼った方がいいのか、初手。初手ミラー、わーおー。え、ミラー。トレジャーアイして、うん。マインドで上げて、精神力上昇。うわー、はー、出てきたー。ふーむ。無限に使えるミラー。使えるね。無限に使える系ですか。とりあえずインフェルノやって、クリスタルから倒した方がいいんじゃなかろうかと思ってるんですけれども、意外と倒せない。あ、意外と倒せない。マジか。さあ、あの、光ばっかりやってくるっていうわけじゃないのか。ふむ。精神集中。ここ倒せ。意外と、そんなにめちゃくちゃ高いわけじゃないか。魔法系はでも効かなそうだな、なんかな。防御体制取ってる。ふむ。とりあえず、ブラインソードとかをやりつつ、精神集中。うん。物理攻撃も効かないな。硬いな、お前。とりあえず、もう、マックスになってしまいました。封印剣。こういう時こそ、サイコブラストがめっちゃ効くんちゃうか？勇気のメロディー。うん。ウィンケン、能力封じた。いいね。能力封じたらこっちのもんじゃないか。この攻撃どうよ。357か。防御されてて357ってことは倍与えられる？つまり。うん、うん、うん。よ。間違えてウィンケンやっちゃった。600。いい火力。いい火力出てまーす。あー、おー、意外と痛い。Z スラッシュ。
ヒールフィールドしますか。回復大事に。おーし、じゃあ倒した。そんなに強くなかったな、おめえな。やったぜ。スタークリスタル。CA プラス20。うまうま。おー、みんな解放された。なんか今、キツネの巫女っぽい子がおったな。右下の子なんだ、かわいいな。アラクネ族。ありがとう、人のものよ。我らを救ってくれて。フィール族。あ、フィール族。これがか、みんなからのご礼には、受け取ってほしいな。平均5000ゴルム。キマイラセット。さあ、皆の衆、これよりは我ら、救世主を存分に歓迎しようぞ。フィーシャさんの同族か。初めて見たな。あれ、ランさんと DJ さんがいない？お？なんか話しとるんか？あんなところにいた。そうか、お前も大変だったな。あんたらだけだったよ、ドラゴ族の俺と普通に接してくれたのは。ほとんどの奴は俺を魔物扱い。とっつぁんたちがいてくれたから俺は世界を旅することができたんだ。でなきゃ俺は何もしてないよ。礼なら、ボルフとラインにいな。ボルフのとっつぁんか、礼を言いたかったのにな。なあに、あいつもお前の気持ちはわかってるさ。ふむ、話は明日でいいか。ほう。アンサーが人がおりますな、これな。実は、あ、この人はあれか。ないか。俺も少佐かわからねえんだ。そうか。なんか手がかりがないのか？どっか行くとか言ってたとか。手がかりか。そういえば、確かガゼルの故郷がニコシア王国じゃなかったっけ？ああ、そういえばそんなこと言ってたな。ガゼルさんって確かライニーの最後のパーティーメンバーよね。でもあいつやることがあるから故郷には戻らないって言ってたじゃねえか。知ってるかな？とは言ってもそれぐらいしか当てがないしな。ニコシア王国か。どこだい？もう行った？もしかしてニコシア王国って。わかんないけど。村の父、通学者があそこに水晶が埋まってるってんで掘ってみたらあんなのが出てくるなんてよ。実は対岸に人間の村があるんだ。交流はないんだけどね。ガイアレス伯爵って吸血鬼に支配されてたんだけど、2年前にライに解放されたんだ。今は平和に暮らしていると思うよ。はぁ、ディメンジョンキーを解放しないといけないんじゃないか、でもあれは。我々獣人族は他にバグベア族がおります。他にはエルフ等の妖精族、ゴブリンやノールといった魔族がおります。ふむ。平和が一番だにゃー。世界一辛い味、ドラゴンバハバネロはいかが？話の種にどうぞ。はぁ、超激辛、睡眠、能力半減の回復効果あり。5個ぐらい買っとくか。記念にな。こう見ても我らアラクネ族はアジン種の中では一番博識なのだよ。人じゃないじゃんというツッコミはなしだよ。雲って確かになんか博識のイメージあるよね。俺の顔に何かついてるだか？よかった、ゴメスじゃなかった。お、キツネ？コボルト族。あー、コボルト族か。私たちは人間と姿が違うために差別を受けてきましたが、恨みを抱くほどではありませんでした。悲惨なのはエルフですよ。その容姿と能力のために人間に妬まれ、ひどい迫害を受けています。この村にエルフはいないのか。ふむ。とりあえず、あれか。これで一通り感ある？今、ライの情報セットしてんだよね。してる。ライの行方セットしてる。ニコシアを渡ってみてくれ。こっちも盗賊ネットワークでいろいろライの行方を調べてみる。ああ、ニコシア王国っていうとこに行く必要があるわけだな。つまりそれはどこなんだっつう話なんですけれども。こっちは？あ、こっちがあれか。吸血鬼にどう？吸血鬼に解放された。吸血鬼に支配されてたけど解放されたってとこか。アジン族村は知ってます。風が強い区域で暴れてるから氷はないけどね。確かこの列島が伯爵の支配から解放された後できた。はぁ？この列島は昔夜のものに魂を売ったガイアレス伯爵に支配されとったんじゃ。じゃあ2年前赤の英雄ライによってガイアレスは倒され平和が戻った。ふん。お、レイポイント。いろんな、もうどの町にもあるな。CA2 とかじゃな、正直なって感じ。正直なって感じなんですけれども。南にあるゲートを使えば、ガイアレス伯爵が住んでいた城に行けるよ。もっとも城が今どうなってるのか知らないけどね。はぁ、城に行ける。あ、これ。ぴょん。あ、下のあれか。違うとこだな、ディメンジョンキー使っていくところは。ふむ？誰？お？誰かいるの？なんだ？お？メイドさんや。少女、ハンガーね。なら残念だけど、ここにはもう何もないわ。帰って。いや、ここって、ガイアレス伯爵の城よね。私は伯爵の子女、アリシア、この城を守っている。これ倒されたんじゃ？伯爵はもういないわ。でも私の役目は終わらない。変わらない。
私がここで何しようがあなたには関係ないことよ。もし城の中に入るというなら、伯爵の命によりあなたを排除する。帰ります。わあ、なんだっつんだよおめ、なんだっつんだよおめ、もう一回行っちゃうもんね。はあ、まず出てきちゃったけど、あの子これからも一人であの城を守り続けるのかな。もう主はいないのに。もう帰ります。ダメか。ふむ、いろいろと本当に本当にこのゲームさ、風呂敷がさ、どんどんすごい勢いで広がっていくんだけど、本当にちゃんと回収されんのか心配で心配でしょうがないんですけれども、私、ここまでか。であとは上に行って、上に行って、ここは何度、ここなんかあるな。どっから行くんだ。入れない入れない入れない。入れないな。あれ、入れなくね。どっからも入れなくねえか。あ、右から入れるわ。右から入れた。ここはなんぞ。お、ここはベック様の私有地だ。帰れ帰れ。ベックってなんか聞いたことある気がすんな。ペック、プック、パック。それは別のゲームだ。それは別のゲームのいたずら妖精の名前だったわ。なんもないですね。お、雪国。お、イベントかな。何これ何これ何これ。白い氷の粒が一面に。はあ、そうか、お前ら雪は初めてなのか。私は知ってました。本とかで読んだことあるけど、これがそうなんだ。へえ。にしてもすっごく寒いわね。この辺りはまだいい方だ。奥地に行くなら対策を立てた方がいいぞ。ふむ。はあ、雪国か。そういえば雪国に行った方がいいよっていうコメントもなんかあった気がするな。村の中も雪でいっぱい。ん？なんだ？井戸端会議しとるな。どうすっべ。とうとう活動期が来てしまっただ。ロビンのやつがあんなことしたせいで、それは言わない約束だ。あれ以来外交船も来ないし。このままじゃおまんま食い上げだべ。なんか困っておりますな。あんたはどうやってここに来ただ？いや、飛行船ですけど。格好からしてハンガーか？この人たちに頼んでみてはどうだべ？バカ言うでね、あの時のこと忘れただか。あの時余計なことしなければあんなことにはなかっただ。はあ、今日のところはこれで解散。なんぞい。客人すまなんだな。何もないところだが、まあゆっくりしてってくんど。遺跡探索なら北西にある神殿がおすすめだべ。ただし、絶対に余計なことはしないでくれな。特に島の北東にいる竜なんか間違っても退治しようなんて思わないでくれな。はあ、なんかよくわかんないこと言ってたな。情報集まったっつってたけど、まだ集められるのかい？まだ集められるのかい？シャンポリオ図書館のこれまだ集められるのかい？はい、食べていきまーす。蓋したパイ生地を突き崩して食べる。はぁ、よくあるやつだね。濃いめの味付けがパイの食感と調和してすっごく美味しい。美味しそうだな。これだけ資料が揃えばいいかな。はーん。お嬢さんにはまだ早すぎる代物と熱い。上には行けない。宿屋の機能はないのか、ここには。お、道具屋と武器屋がある。珍しいな。直接買うタイプじゃない。武器、それとも防具？武器。あんまりも売ってないな。道具。あー、飲むと温まる。あ、これはディストリオか。3個ぐらい買っとくか。話をする。おすすめ弓と変えなく特製の火酒。ディストルさん用だよね、多分ね、あれね。察するに。酒、お、なんだ？虎がおる。ぐるるる。なんでこんなところに虎がいるのよ。何かを守っておるのか。冒険スポットなら島の北西にある氷の神殿があるだ。話詳しく聞く。魂の王部と呼ばれるお宝が眠っているって噂だけど、魔物が住み着いて誰も近づかない。遥か昔腕利きのハンガーが2、3組挑戦したことがあったけど、誰も帰ってこなかった。雪と星降る町、カヤナックへようこそ。お？黒い。あの、何か困ったことでもあったんですか？ちゃんとキャンセルキーを押しましたよ、私、今。外に乗ろう。よかったら力になりますよ。言ったはずだべ、大きなお世話だ。いいから話だけでも聞かせてくださいよ。ってあんたらはハンガーらしく遺跡探索でも、探索でもやってたらいい。中途半端な正義感じゃ大きな迷惑じゃ。もう何を？余計なことするんでねえぞ。ふむ？
ノインのやつ卑怯だぜ。いじめでやりたいのに虎なんか連れてさ、あの虎はそ、あれか。ノインっていう子が、連れてきた虎か。クランス。でも恵みはちゃんとある。でも今年は、ああ、こっちの話だべ。なんか困ってそうですね。広いな、この街な。ロビンのところの子供たち、いつまでこの村に居座るつもりかしら。問題起こす前にさっさと出て行ってほしい。ロビン。つまりどういうことだべさ。上に行ってみるか。ふむ？うわぁ、なんかすっごいごっついのおるなぁ。一旦戦ってみるかい？どんなもんか。うわ、なんかドラゴンみたいなのおんなこれ。あれが倒したらあかんとか言ってたドラゴンか？ちょっと待て待て。まだ敵にしとかないとどんどん近寄ってくる。おんおんおん。おんおんおん、なになになに？なに？これ倒したらあかんドラゴンじゃないの？なんなんだおめえよ。遺跡探索に行きたいだけなんだが、あっしは。セーブしたからちょっと一旦当たってみるっていうのが一つの手だけど。お前は何？お前さんは普通の雑魚？スノートロル。ただの雑魚っぽいな。ただの雑魚っぽいですね。Z スラッシュ、それじゃない。サイコバースト。赤シュート。そこそこ強い。通常攻撃いいやろ、あとは。系がやっぱり効きやすかったりするんかな。はい、ヒール見つけた。ヒールフィールドー。ほん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 。氷の神殿。お？うわ、滑る滑る滑る。滑ると思ったけど、全然そんなことはなかったんだぜ。あ、滑ってるな、でもな。滑って、これ何？敵？これ敵？これ敵かい？うわお、イエティ、スノーリップス。敵かぁ。ルシアでトレジャーアイして、エメラルドは通常攻撃するか。通常攻撃の方が、フレアバーンとかどうだろうか。炎系が効きやすそうなイメージはなんとなくあるけど、結構効きやすいんじゃないか。あ、フレアシールドやって。そういうことやってくる。うわー、いったなんだ今のは。インフェルノ、ここはルシアがインフェルノやって、ルシアがインフェルノやってですよ。エメラルドがトレジャーやった方がいいかな。オフレアシール。経験値どんくらいくれんの ?930、結構くれんな。フリーズ。結構くれんね。結構経験値うまいよ、ここ。ここ邪魔だなぁ。ファイヤー撃ってみる。ファイヤーピキピキ。ダメだ。すぐ凍っちゃう。炎の結晶を押し付けてみる。炎の結晶を押し付けたらええんか？ちょっと待って。レイポイントがあるぞ。ここ進んだ方がいいんか？どうなん？進んだ方がいいのかどうなのかわからん。判断。あれ、なんだ？戻された。あれ、戻される。よくわかりませんね。戻される。滑ってるように見えて、実は、ある特定の場所からしか行けないと。あれ、戻される。うわ、ちょっとなんだこれ。入り口に帰りたいだけなのよ、私。おー、しかあれだ。ここの探索は後回しにするか。ふーむ。あのドラゴンは倒すんじゃねえよ、みたいなこと言ったけど。よくわかりませんね。とりあえず、一旦町探索に戻るか。こういうところもあったよっていうことをちゃんと覚えておこうね。ニコなんとか王国っていうところに行きたいんだけどね、私はね。ラインの行方を追うべく。追うべく、こう、なんだけれども、お？ここ火山か。ここ、どうにか入れない？入れなさそうですね。どこからもどうにも行けなさそうかい？これは。どう行くんじゃろうか。お？なんかある。こっちにもある。なんもないね。情報をつけてないと具現化されないタイプか、これは。これは多分そうだな。情報をつけてないと具現化されない系の、なんかあるな。お上の方まだ結構行ってないな、この大陸な。これどっかから入れないかな、この雪国。入れないかーい。入れないかーい。
そうなんだい。おわ飛行船。おわぐるっと一周してきたなこれな。ぐるりと一周してきてしまいましたね。じゃああとはあれだな、船使ったとこだな。船使っていろいろ行けるところが多分あると思うんだ。ということなのでウカネッツまで行きまーす。ウカネッツ使って船で行きまーす。うう船に乗ったぜ。こことかもう一回行けんの。ハーピート入れるんだね。入れるけど特になんかあるわけじゃないのかな。ハーピートを入れるのはよしと。ここら辺になんかならず者たちが行く村があるとか言ってたな。これこれどうなの。あーダメなんだな。近づけねえだべーって言われちゃうわ。近づけねえだべーって言われちゃうわけだね。これ何。聖域です。立ち入り禁止です。なるほど。これが何なのかよくわかんないな。これ何なんだっけ。一回来た気がすんな。一回来たねこれね。うん、ようこそカフナ村。他の島へ行った方がいいよって前回も言われて、なんじゃろほいっつって帰ってきたとこか。もうどんどん日付が経っちゃいますけれども。これは何。最果てだ戻るぜ。はっはん潰れてる。はあはあ、これなんだ。新たな村。お？トリボリー温泉休業中。温泉の村か。青の大洞窟って船で入れる洞窟がある。でも週に一度月の日にしかその洞窟は現れない。昔はそこに人魚が住んでたらしい。お？私の兄貴アクスタンの魔法学校へ留学したのに卒業したらなぜか温泉宿を始めた。怪しい。ふむふむふむ。お、フォレスターなんか名前ありからっぽいな。いろいろとな。グラフィックがなんかモブっぽくないもんね。イベントがありそうだけど今後。こっちは何。こっちは温泉か。あー水が完全にないって感じかい。なんか後々のイベントでくだろうなこれな。ふーむー。わーおー敵がいたー。もーとりあえずインフェルノで一気に落とせませんか。ライトリングどうでしょうか。インフェルノよりライトリングの方がいいかな。経験値意外とうまい。さーて敵がいて、お、なんだここ。おいでない。ふーむ。これなんだ。こりゃなんだ。あ、ここウミツバメの巣か。あ、取ってきてやろうぜ、みたいな。取ってきてやるよ、みたいなこと言ってたな、そりゃな。特殊なローブ持ってる。リビングロープ。ゴー。ふーむ。ひょい。お、ウミツバメの巣あるかな。うわー、魔物の巣だ。ここウミツバメの巣か。なんかスライムつむりみたいな巣が出てくるぞ、これ。強いんか。強いんですか。一応トレジャーアイするけど。ライトニングライトニング何が効くのか分からんけど、とりあえずウィンドウ。うん、防御してるやつが何体かいるな。これそんなに強くない。全体攻撃すれば倒せる系だな。よし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 。ふうははーん。ここにウミツバメの巣はなさそうね。あーなるほどね。ウミツバメの巣を探そうの回か。じゃあちょっと探すかい。これせっかくだし。お、あったわ。いきなりあった。やったー。他は、他のとこは、他のとこはもう何もないのかな。一応探索するけど。2個目。2つも手に入っちゃった。1個だけじゃないんだな。なるほどね。2個目ゲッチュで最後の1個は、お、3個。
合計3つ。一応これで全部回りましたわ。3個ゲットできました。じゃあこれであそこの女の子にも話ができるね。うん、なるほどなるほど。これで海の中も一通りか。あとこっちの大陸だな。海ツバメ持ってきたぜ。うん、あげる、くれてやるわ。おじいちゃんに持って行ってあげて。いらない、いいっていいって、どうせついてたんだし。それよりも早、おじいちゃんに早く持って行ってあげなさい。このゴンは一生忘れません。やったぜ。いいことした後は気持ちがいいな。もしよかったら売ってくんないかな。600で買い取る。売っちゃる。これでまたウミツバメの巣を売るわ。はあ、はいらっしゃい。タコス、ウミツバメ。あ、売るとこれなんだ。はあ、はなるほどね。うん、宿屋ちょっと一泊してみるか。ちょっと、あ、お前、おい、本当にサルベージしてんのか。そんなことなんだけど、サルベージ用の機械壊れちゃってさ。すまねえんだけど、あと5000円ほどくれてやるわ。ありがとうよ。それじゃあ、騙されてないかなこれな。お金がもうない。9000。ちょっとまたお金貯めとかないとダメだな。お金を貯めとかないとダメですね。彼のことよろしく頼むわ。分かったぜ。ちょっと一旦2泊してみるか。いろいろな場所行ったんで、サイドビンとか何か出てるかもしれん。うん、おお、増えてる。これなんじゃらほい。ある男の思い出。10年前。お、ウォルソンさんの過去の話か。お？ウォルソンに今度セルリューニュに行くんだって？今回はただの施設団の護衛さ、すぐに帰ってくるよ。でも、まったくカートは心配性だな。そんなことだ、将来立派な騎士にはなれないぜ。でも何か怖いよ。嫌な予感がする。縁起でもないこと言わないでくれよ。俺、むしろ俺はお前の方が心配だぜ。明日から騎士の宿舎へ入るんだろ？本当は騎士になんかなりたくない。右の子は女の子に見えるけど男の子なのかい？ちょっと前までは別に嫌がってなかったじゃないか。でもね、本当はお菓子屋さんになりたかった。それと、なんでもない。それより今日はこれ。まだクッキー焼いてくれたのか、ありがとう。しばらく作れなくなっちゃうから。はあ、次に会えるのは6年後か。それじゃ楽しみだ。6年も会えないんだよ。次に会った時どんな立派なレディーになってるだろうな。あ、女の子なんだね。徐々に成長していくのを見るよりそっちの方が俺は楽しみだぜ。見てなさい。次に会うときはウルソンニーがびっくりするぐらいのレディーになってるんだから。まったく。それが最後だった。あの後あの事件が起こり、俺はリルスへ帰れなくなった。そして風に飛されリルスがセルレウネと戦争になり屈服したことを知った。はあ、久しぶりに戻ったリルスにあいつの姿はなかった。だが死んだとも聞かない。そのわずかな可能性に俺は期待しているのかもしれない。あいつのクッキーの味が懐かしいぜ。ウォルソンさん、割と好きだよ私、ウォルソンさん。こっちは赤の唯の旅立。あ、これあれか、ランスさんの運命の扉の続きかな。ルシアが旅立つ3年前。なんだ、見送りか。はあ、ライが出ていくときか。待ちなさいよ、勝ち逃げする気。最後に勝ったのお前だろ。勝ったのはあの1回だけ、負けたのは64回。全然足りない。そうかな。俺はあの1回は65条分に匹敵すると思うけどな。そんなの、1回なんてまぐれってこともあるじゃない。じゃあどうすればいいんだよ。私と勝負しろ。それ真剣じゃねえか。さあ勝負しろ。そして私が勝ったら言うことを聞け。また緊張だなこれな。ぜいぜい。くそ、どうしたのよ。まだまだ全然腕落ちてねえな。当たり前よ。仕事の合間にちゃんと修行してたもん。だったらもう満足だろ。旅立つ前に体力使わせんなよ。ダメよ。だって、ライまだ降伏してないじゃない。さあ続けるわよ。今日のところは引き分けにしないか。次いつ勝負できるかわからないじゃない。わかった。必ず戻って勝負の続きをやるから、それでいいだろ。本当に？ああ、約束する。信用できない。わかったよ、ジャンク。これやるから。鍵？母さんの形見だ。いつか返してもらいに来るから大事に取っておけよ。約束だからね。遅くともお前が純成人になる頃には取りに来るよ。はあ、絶対に。
ルシアはライのことが好きだったのかな。どうなんだろうね。そういう恋愛感情を抱く間柄ではなかったのかな。勝負に勝ったら言うことを聞けって言ってたけど、何かして欲しかったのか。ベーダ、勝負がつくまで教えてあげない。いいからさっさと行け、このバカ。そしてもってさっさと帰ってこい。ごめんな、ルシア。俺は、もう負けるわけにはいかないんだ。でも約束する。必ず帰ってくる。そして。ふーむ、結局帰ってきてないと。こっちは、こっちにも何かイベントが出る時があるのかな。わからんけど。わからんけど。ちゅうところで、今回結構時間が来ちゃってるね。はい。来ちゃってるんで、今回この辺で切りたいと思いますわ。二日経過。サルベージ野郎はいないんだな。はい。ちゅうところで、今回はこの辺で切りたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。